理不尽じゃない？ギリギリを攻めたコース。それでは、マリオメーカー今日もクールにやっていくんだぜ。おっと危ない。と思ったけど、このドッスン先輩には当たらないようになっているのかな？開幕即死トラップがあるようじゃ、いきなり理不尽だからな。ということは、このコースのタイトルは信用して進めていって大丈夫そうだね。隠しブロックの中身は来た。登った先には、土管とベルトコンベアか。この土管、入れるのかな？多分ダメそうだね。それじゃあ、とりあえず右飛びかましてみるんだぜ。うまく矢印の先に向かって降りていけたね。お、ふっふっふ。この天才霊夢ちゃんは騙せませんよ。落ちてくる時にテレサが見えてたから、誰でもわかるだろバカ霊夢。ここもギリギリのところに飛び移って、大きいドッスン先輩に当たらないようにね。あれ、あの鍵って取れるのかな？下の足場に降りてしまったら、戻れる高さではなさそうだよな。孔明さんもないし、矢印に従ってみたらいいんじゃないかな？このコースの矢印は信用できるからね。あの土管から何か出てきて、それで鍵を取るのか？出てきたのはクリボーか。とりあえず土管入れるか、確認します。お、こっちで正解みたいだね。中間ポイントもあるし、間違いなさそうだな。それじゃあさっきの鍵は何だったんだろ？また、おまけエリア的なところに行けるものだったんじゃないかな？今のところは、トゲネットを取ってしまうとガリガリで弾かれてしまうので、スターだけを取って進んでいくのがおそらく正解なんだぜ。色違いの音符、とりあえず真ん中だけ叩いてみます。大きいのこのことブラックパックン。これは、デカマリオ状態でこれていて助かったね。さて、それではまた矢印に従ってみるんだぜ。からの土管にお邪魔します。また中間ポイント、まだまだ長いのかな？あれ、ゴールあるよ。そこの中間なんだったんだろうな。ヨウム、このコースはどうだった？最近ボートラウマ職人さんのコースで心が折れてたから、このくらいの余裕があるコースだと、結構楽しめました。それじゃ、いいねして次のコースをやっていくる。お、今度は全自動なんだね。毎回スカッとさせてくれるから、このコースも楽しみだな。うおー、気持ちいい。この全自動なんかすごくない？まるでスピランをやってるような爽快感が感じられるんだぜ。というか、この疾走感はスピラン以上だよ。なんでこんな風のバブルに当たらないの？ゴール。今までにもいくつもスピランやってきたけど、この疾走感は、もはや快感です。エクスタシーです。それじゃいいねして、次のコースをやっていくる。爆風スランプ、最高です。ヨッシーとランニングトレーニング。徹底打って呼ばなかったの久しぶりだね。15秒のステージが、3つあるのかな？おっとなるほど、コンベアに逆らって、上の徹底打と走ってればいいんだね。そうしたらブラックパックンが音符を押してくれるっていう感じか。マリちゃん、まだ持ちません。まだ最初のステージだぞ。とりあえず最初のエリア突破だね。毎回キノコと中間もらえるのかな？これはありがたいんだぜ。この始まった曲を、どうしてもダメージ食らっちゃうね。走る方向が同じかどうかわからなかったから、どっち向きでもいいように備えてたのが裏目ったかな。霊夢、まだ持たないなんか喋れ。無理です。実況やめちまえ。バードさんレベルの実況テクニックが欲しいです。そしたらあっという間に人気実況者の仲間入りなんだけどねー。ここでもやっぱり中間にキノコありがたいんだぜ。今度は、走れるスペースがさっきよりだいぶ狭くなってるね。でもやることは変わらないから、難易度はあまり変わらないかもしれないね。パッパラーさんの音楽、お楽しみいただけましたか？歌を聴いていただきたかったんだ的なことを言って、まだ持たなかったことをごまかしていくスタイル。おいでっていう、お前はそのままヒッチハイクでユーラシア大陸横断してこい。さ、サルガン的じゃないんですから。今回は雑談ばかりでなんかすいませんでした。そして今日はこの辺りで終わります。次回は、あなたのコースにくるくるくる。